はい、どうもこんにちは。今回はですね、またおうちの時間が増えてきたので、ジャパンカップジュニアサーキットでタイムアタックをまたしてみようと思ってやってみたいと思います。まずですね、最初にね、タイムの前にスピードチェッカーでスピードを測ってから使うと37キロ前にです。では、実際にタイムアタックをしてみたいと思います。はい、じゃあ測定していきたいです。前回と比べて、ハイパーダッシュが前回だったんですけど、今回スプリントダッシュに変えてますが、いろいろなんかつけたり、こういうの、重りが増えたり、このアルミになって、まあ重くなったりしてますので、どっちが速いのかわかりません。前回確か 11.5 ぐらい、だったと思います。じゃあ電池を入れて走らせていきます。はい、じゃあやっていこうと思います。タイムですが、一応このストップウォッチで測ってみようかなっていうふうに思ってます。3周走った後にコースアウトしました。一応タイムがね、11.3 なので、なんか前回よりも若干速くなってる気がします。一応長径タイヤにだいぶなってたりするんですけど、パワーが、モーターが、なんていうか、ハイパーダッシュ3からスプリントになって若干速くなったのかなっていうふうに、思います。いろいろついて遅くなったりもしてんのかなと思ったんですけど、意外と速くなってて良かったです。じゃあ、またお会いしましょう。